マルバサッカースクール芝浦高校石中瑛太選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のプレーはどうでしたか？右サイドでは、うまくいったんですけど、左サイドになるとボールタッチのミスやトラップミスが目立ってしまいました。次に生かしていきたいですね。はい。将来の夢を教えてください。サッカー選手になって日本代表に選ばれるぐらい、うまくなりたいです。じゃあそうなるためにどういうことをやってきますか？時間が空いてるときは、リフティングとかいろんな練習をして、うまくなりたいです。お父さん一言。大森 SC に入れてください。石中選手に来ていただきました。ありがとうございました。